はい、やっほー、お久しぶりです。ずっとお久しぶりです。ずっと動画の外から見守ってくれてました。今日はカメラマンを。そうです。なんかカメラでも面白いですね、これ。私やると楽しい。そうそう、意外と楽しい。じゃあ森先生にコメント、はい、が来ているので、はい、お願いします。私が読み上げたいと思います。はい、お願いします。広地月島さんからいただいてます。広地月島さん、はい、森ちゃんの笑い方相変わらず可愛い。性格本当ですよね。これなのよ、このこれ性格の良さがにじみ出てる。こんな教え方してもらったら上達しそう。あ、本当ですか。もう恐縮です。いや本当に、うん、結構でも笑い方下品って言われるんよね。そうだね。でもすごく褒めていただいて恐縮でございます。嬉しいコメントですよね。笑い方って癖ですもんね。そう、癖が強い笑い方かもしれない。あと S レイナさんからです。はい、森ちゃんのおかげでスランプ脱出できました。おお、下がり、つま先下がりバージョンもぜひ教えてくださいって来てます。じゃあ次ね、また議員がで卒業あるから、その時にそうですね、会社のね話ちょっとさせてもらおうかな。そうですね、またちょっと改めて聞きたいです。つま先下がりもちょっと次に期待を、はい、いつか出すんで。そうですね。お願いします。はい、続きまして、飛距離が上がるテイクバックのポイントっていうあの動画にコメントいただいてるのが、ヤミヤミさんですね。ずっと左腕は胸の横につけて胸を寄せる構えでやってました。上に乗せるんですね。スライスがなかなか治らないので、このアドレスで練習してみます。ぜひ。ね、私ももうめちゃくちゃ意識してます、あれから。いや、めちゃめちゃあれでも、あれ私もその私師匠から教わったことなんですけど、そうで、もともと寄せてたタイプなんですけど、でもなんかスライスが捕まらなくて、で教えてもらったこと、あれやってから全然左肘も抜けにくくなったし、捕まりも良くなったんで、まあ、女性の方特にあるかなってすごい思った。そうですよね、あるもんはあるから。でなんか窮屈になってちゃうじゃない、ね、なんかどうしても、うんうん、これ絶対男性にはわからないと思うんやけど、うんうんうん、そう、ぜひ女性の方かな。そうですね、ヤミヤミさん、きっと、ね、多分そうですよね、うん、ぜひ試して試してもらったのか。そうです、ぜひ。でその後どうなったのかっていうのをまたコメントもらえるといい。そうですね、はい、ぜひお願いします。どうしようかな、もう行ってみますかね。そろそろ行きましょうか。はい。さあ多くない。うまい、撮ってたの。撮ってたよ。気まずいですね。それでは15番ホールパー4、255ヤードです。はい、肘を気をして、はい、はい、こうして、はい、ナイスショー、いいですね、うまい、いい感じ、いい感じ。肘と肘して、そうして大事、気にしました。120しっかり打てるクラブでこれしかないですね。5番です。よしよし、5番の音です。確かに120しっかり打たなきゃいけないのはちょっと小高くなってる。そう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 、打ち上げっていうですね、さっきと同じです。なんかこれめちゃくちゃ狙いやすいですけど。狙いやすい。そう、何もないからね、手前にね。はい。お、うまい。ナイス。ナイスショー。ナイスナイス。いいよいいよ。いいよいいよ。おお、いいところですね。ここはもう来ないので、ちょっと右に今やります。うん、OK。で落としたいとこ見ながら、そうです。ちょっともう一球練習で。あ、やば。
持ってない。あ、持ってない。あ、いいです、いいです、いいです。じゃあ行きましょう。これはちょっと頭いっちゃってました。今当てに行こうとしちゃった。フォローができてなかった。そう。完全に、まあ、手に力入っちゃって手打ち状態。そうですね。もう日中そういうのあるよね。走っちゃって。あるよ、あるよ。から来て。いや、今のところ綺麗にやりたかったな。ちょっともうここからはパターで行きます。はい。左に。うん、結構切れるかなこれね。傾斜強いから。はい。結構左の結構強めね。うん、そう。いいんじゃない？まあ。いいんじゃない？いけ。わあ、惜しい。まあまあ下りの分いっちゃったけど。そうですね。あ、でもなんか読みなんかめちゃくちゃ。ねえ、なんか今ちょっとラインが雰囲気出ちゃって。はい、出ちゃった。惜しい。OK です。ありがとうございます。うん、ナイスイン。はい、ありがとうございます。はい、はい、ですね、じゃあ間3ホール、そうですね、終わってみてどうですか。はい、なんかこう前半がプラス4打叩いちゃったりとかして、そこが一番ネックだったかなと。まあでもこの3ホール、間3ホールは比較的まだ安定してまとまってたんだねって思ってます。確かにドライバーがすごい劇的に良くなってる感じ。そうですね、さっきまっすぐ飛びましたね。さっきもその前もか。そうです。あとアプローチ、そうですね、アプローチもちゃんと目で見て、ね、ヤード何ヤードだからってこだわらずにちゃんと落とし場所見てっていうところ、パターもそんなに、さっきもねちょっとこうラインに乗っかっててちょっと強かったけども、そうでしたね。縦の距離さんとはちょっといい感じになってたかなっていう、はい、だいぶ落ち着いては来てるかなって。確かにそれは言えてますね。確かに前のラウンドに比べたら、前のラウンドもだって斜め45度みたいな、右にパン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 っていつもいてたから、なんか、ね、山ちゃんもね頭抱えてたからねこいつ大丈夫かみたいな感じでした。これ見ていただいて、はい、結構成長したのをね、うん、感じてもらえればなっていう感じで、残り3ホールなんで、残り3ホールは、はい、そうですね、残り3ホール5オーバーぐらいでいけるといいかな。プラ1ってことですね。そう、はい、プラ1、プラ2、プラ2、プラ1、プラ2、プラ2、はい、わ、かりました。っていう感じでいけるといいかな。はい、それちょっと目指して頑張っていきましょう。ショートなんで狙います。はい、では行きましょう。はい、ピンが117ヤード、112ヤード、ユーティリティですね。じゃあ打ち上げ入るんで120しっかり打ってください。はい、120、なおさらユーティリティです。 OK です。うん、大丈夫です。しっかり打てますか、キャリーまで。キャリー120ですよ。転がってってことですよね。キャリーダイレクトに、ダイレクトに120は気まずい。気まずい。いやー、どうですかね。いやでも番手がないですね。番手がない。じゃあそれで行きましょうか。はい、行っちゃうと右手前バンカーなんで。右手前バンカー。はい。まあ、ピン左側狙って。そうですね。ドラ、うん、そうですね。ミックダッチ切りたいですね。これで行きます。挑みます。右側バンカーなのでちょっと左を狙って。そう。なんならそこの手前の左バンカーの右端ぐらいを。右端ですか。あ、左バンカーの右端。そう、はい、ナイス。バンカーいいんですね。もうちょっと左向いてなかったかな。まあでもいい感じに打ててた。はい。まあだからこうやって障害物があるときはそのやっぱキャリーで越えていきたいから、キャリーの距離も覚えておかないと。覚えておかないと。そう。それこそシミュレーションですね。シミュレーション、うん、そう。わかんないですよね。これも手前の砂思いっきり上からバーンって打ち込んで振り切る。はい。重心低めに、うん、ですよね。でそれちょっとクラブ短く握りすぎだな。
そう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 。はい、行きます。そう、思いっきり上からね。はい、そう、うん、ナイスナイスナイス、オッケーオッケー、ナイスアウト。うん、うわー、入れていきたい。おお、この距離入れる。はい、常に。そう、フォロー出してって。そう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 、はい、優しいですね。優しい。もう一回。うわ、これあとこれで入れたいんだよ、私ここのホール。では見た通りちょっと左に切れていくんで、カップのちょっと右側狙って。はい、カップに打ちましたね。左狙った気持ちだったな。左狙っちゃダメなの、左に切れてくから。で、今のもフォロー出てないから、そう、止めちゃったのが原因な。短いパットこそやっぱフォローしっかり出してあげないと。短いパットこそ、そう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 ですか。今みたいこういう重いグリーンとか目があるコースだと、はい、今みたいボールグッと止まっちゃう場合もあるから、必ずフォロー出してあげないと。ちなみになんか今のグリーンってさっきのグリーンと違うように感じました。はい、傾斜強いの、僕の見て、上り強いの。ああ、そう。なんか止まってるように感じてるだけ。重い気がしました、さっきとは進みが違う。そういうこと、傾斜の違いです。さあ行きましょう。行きましょう。